今日はですね、また孟子を読んでいこうという、そういうことなんですけれども、今日は、人心掌句下、37節ですね。孟子はですね、人心掌句下の38節で終わるんで、37節というと最後から2番目の掌句っていう、そういうことになります。途中からなんですけれども、こうありますね。孔子は、晩鐘曰くですね、晩鐘曰く、孔子は我が門を過ぎて我が家に入らざるも、我恨みざる者はこれただ狂言か、狂言は徳の俗なりとのたまえり、問ういかなればすなわちこれを狂言と言うべき。これはですね、論語の中に狂言は徳の俗なりっていう、そういう言葉があるんですけれども、狂言っていうのは村のお偉いさんっていう、なんかそういうふうな意味なんですけれども、すなわちですね、論語の中に村のお偉いさんっていう、そういうふうに言われてる人たちは徳の俗であるっていう、道徳の海賊であるみたいな、なんか道徳を盗むものであるみたいな、なんかそういうようなことを言うんですよね。これちょっとですね、パッと聞いて意味がわからないですよね。なんで村のお偉いさんがですね、そんな徳の俗っていう、そういうひどい言われ方をされなきゃいけないのかみたいな、そういうようなことを思うんですけれども、これをですね、晩鐘が孟子に問うんですよね。これはですね、誰もが問いたいところだと思うんですけれども、代表してですね、晩鐘が孟子に聞いてくれてるわけなんですよね。そして孟子はこのように答えますね。いわく、この世に生まれてこの世のなすところをなさんのみ、世見せられるば、すなわちかなりといいて、厭然として世にこぶるものはこれ狂言なり。厭然として、世界に、世の中にですね、世間体みたいな、そういうようなところに、自分を合わせるっていう、これが狂言であるっていう、そういうことを言うんですけれども、さらに晩鐘はこう、問いかけますね。晩鐘曰く、一興皆現人と称し、行うところとして現人足らざるなきに、孔子もって徳の俗となせるは何ぞや。もう少し、孟子先生説明してくださいみたいな、そういうようなことで、これに対して孟子はですね、いわく、これをそ知らんとするも言うべきなく、これをそ知らんとするもそ知るべきなく、流俗と同じくし、お性に合わせ、これにおることを中心にに、これを行うこと連結に似たり、衆皆これを喜び、自らはもって是となさんも、しかももって行春の道に入るべからず、故に徳の俗というなり、孔子曰く、似て非なるものを憎むっていう、こうあるんですけれども、すなわちですね、孟子が言うにはですね、その狂言っていう人は、何か、自分の、心の中にですね、何か価値を持って自信を持ってですね、何かこういいことをしているっていう、そういうようなわけではなく、何かこう世間体でこういうふうなことがいいことだっていうふうにされているんで、それを採用して、何かこういいことをしてですね、みんなに評価されようみたいな、いいことをして、自分はですね、村のお偉いさんっていう、そういうような立場に居続けようっていう、そういうふうな考え方で、周りから見たらですね、その狂言っていう人はなんかいい人そうに見えるんですけれども、実際には、周りにこういいことを、周りがですね、いいことっていうふうに思われていることをただしているだけで、自分の本心からそういうことをしているわけではなくてですね、こういうものはこう、本当の聖人と比べてですね、格段に落ちるっていうかですね、聖人の真似をしているっていう、人から評価されるために聖人の真似をしているっていう、こういうので、これが一番たちが悪いっていう、孔子はですね、似て非なるものを憎むっていう、こういうふうなことを孔子は言っているだろうっていう、そういうふうなことなんですけれども、これですね、これが最後から2番目の掌句、孟子の最後から2番目の掌句なんですけれども、こういうことを考えてですね、トータルで孟子っていうのは一体、どういうふうな言説なのかっていう、そういうことなんですけれども、これですね、私が思うに、孟子がですね、性善っていう、性善説っていうのを唱えるんですけれども、これ普通に簡単に考えてしまうと、性善っていうのはですね、何かこう人はですね、生まれながらに持って、善を持って生まれてくるみたいな、そういうことで、こういうことを言うとですね、善でない人もいるだろうみたいな、こういうふうな、何か事件があってですね、こういうふうな悪いことをした人がいるでしょうみたいな、この人たちは、性格が善ではなかったんじゃないんですかみたいな、そういうようなことを言う人いると思うんですけれども、
まあ、人間っていうのは善の人もいれば善でない人もいるみたいな、そういうことで必ず性善とは言えないでしょうっていう、そういうような考え方あると思うんですけれども、実はですね、孟子の言う性善説っていうのはそのような考え方ではないんですよね。まあ、どういうふうな性善、孟子の言う性善説っていうのはどういうものかっていうとですね、まあ、トータルで考えてみると、この人間世界にですね、何らかの価値があったとしてですね、まあ、何らかの価値が人間世界の中には、まあ、こうあるっていうふうに設定されていますよね。何か物があればそれに値段がつくわけですから、何か価値があるっていうふうに設定されているんですけれども、その価値っていうのは、まあ、どこから来ているのかっていうと、2つ考え方があってですね、その人間の外に価値があるっていう、そういうような考え方と、人間の中に価値があるっていう、そういうような考え方、まあ、人間世界に価値があった、あると設定されていてですね、その価値が人間世界の外にあるか中にあるかっていう、まあ、人間の外にあるか中にあるかっていう、その2つの考え方は分かれると思うんですけれども、これですね、価値というものが、人間世界の価値というものが人間の外にあるっていうふうに考えるとどうなるのかっていうと、これはですね、貴族世界になりますよね。貴族世界っていうのは、まあ、中世的な世界っていう意味なんですけれども、この貴族世界においては、まあ、こう高貴な家の生まれに、高貴な家にですね、生まれた人は、まあ、成長して高貴なこう仕事に就くっていう、そういうふうな ことで、まあ、こう下賤な家に生まれるとですね、まあ、底辺をさまようみたいな、そういうふうなこう貴族世界においては、まあ、価値というものは人間の外にあるっていう、そういうような考え方をするんですけれども、近代に、これがですね、中世から近代に変わるときに、この価値観が転換してですね、価値というものは人間の中にあるっていう、そういうようなこう考え方に転換したときに、近代が生まれたと私は思うんですよね。そしてこの現代においてですね、この現代社会っていうのは、2020年のこの日本っていうのはですね、まあ、その近代世界のその上に乗っている、まあ、スーパー近代なわけで、この現代の日本においても、この世界、まあ、世界のですね、こう感じ方っていうのは、この価値っていうのはですね、まあ、人間の中にあるっていう、そういうふうなこう考え方が、まあ、主流だと私は思うんですよね。そしてその人間の、まあ、人間世界の価値っていうものは人間の中にあるっていうふうにな考え方をですね、まあ、最初に取り入れたのがこの孔子であるとか孟子であるとかっていう古代のこう聖人たちなんですよね。そして、まあ、この、まあ、思い返してほしいんですけれども、江戸時代っていうのは身分社会で、価値っていうものはその人間の外にあるっていうふうにされていたんですけれども、これがですね、明治維新以降、まあ、こう価値っていうものは人間の中にあるっていうふうにされて、こう明治維新以降ですね、まあ、日本の近代化が進んだっていう、そういうような、まあ、思想的な側面があって、これをですね、推し進めたのがこう、まあ、幕末の志士たちっていう、そういうふうなことなんですけれども、この幕末の志士たちが拠り所にしたのがですね、吉田松陰であるとか陸象山であるとか、そういうふうな人たちが拠り所にしたのがこの孟子っていう、そういうことで、彼らがですね、孟子の何を拠り所にしたのかっていうと、その価値っていうものが人間の外にあるのではなく人間の中にあるっていう、このような考え方ですね、これを、まあ、突き詰めて考えて、そして突き詰めた結果ですね、世界が変わったっていう、まあ、そういうふうなことに私はなると思うんですよね。まあ、すなわち、まあ、その、まあ、価値が転換してですね、明治維新以降、そして現在に至るんで、この現代社会っていう、この現代の日本社会っていうのはですね、価値が、まあ、自分の中にあるっていうふうに考えるべき社会であるっていうふうに、まあ、と私は思うんですけれども、このように、まあ、価値を自分の中にあるというふうに考えた方がですね、まあ、世界で、この世界で生きやすいんですよね。このような設定になってますからね、この世界は。これがですね、まあ、この世界が貴族社会であったら、価値っていうのが人間の外にあるというふうに考えて別に何の問題もないんですけれども、この現代社会っていうのはそういうふうなものではないんで、価値っていうのは自分の中にあるっていうふうに、この性善ですね、善っていうのは価値っていう意味ですね、まあ、価値っていうかですね、ある種のこう一体性みたいな、なんかそういうふうなものだと思うんですけれども、このようにですね、この世界においては、まあ
こう何らかの価値っていうものはですね、自分の中にあるっていうふうに考えた方がですね、よりこう、まあ、合理的な考え方であろうっていうふうに私は思うんですよね。ですから、まあ、よくですね、まあ、精神を病んでしまう人たちっていうのいるんですけれども、彼ら彼女たちがですね、なぜ精神を病んでしまうのかっていうと、それはですね、精神を病むっていうのは結局どういうことなのかっていうと、私はですね、その、まあ、精神の一体性っていうものが何らかのですね、人間存在の一体性っていうものが崩れることによって、まあ、精神が病むっていうふうに表現されているだろうというふうに思うんですけれども、ではですね、なぜその、まあ、人間のこうその個人のですね、精神の一体性みたいなものが崩れてしまうのかっていうとですね、それは価値というものをですね、自分の外に設定してしまうからなんですよね。まあ、ですからその価値っていうものをですね、自分の中に設定しないと、まあ、それはですね、この世界においては精神的な一体性がですね、崩れてしまうんですよね。まあ、よくですね、こう、まあ、精神病理学的なこう発言をする人でですね、まあ、精神的にですね、崩れないためにどうすればいいのかっていうと、よくよく聞いてみるとですね、何かこう困難なことから逃げるっていう、これを推奨する人多いんですけれども、私ですね、逃げたところで何の解決にもならないっていうふうに思うんですよね。そうですよね。例えばいじめられたから逃げるとか、会社で嫌な人がいるから逃げるとか、それはその場合場合でいろいろあると思うんですけれども、のべつ幕なし逃げているっていう、そういうようなわけにいかないんで、結局ですね、どこかで戦わなければいけないんですよね。そして戦う時にですね、よりどころにするものは何かっていうと、結局ですね、価値っていうものが自分の中にあるというふうに考えないと、これ戦えないですよね。自分の外にあるというふうに考えてしまったのでは、それはですね、依存になってしまうんで、なかなか強い気持ちで戦えないっていう、戦わずにずっと逃げ続けていると、まあ、結局病んでしまうっていう、まあ、逃げることがですね、まあ、逃げ続けることで、まあ、精神が崩れるのをですね、まあ、一時的にこう、まあ、こう抑えるっていう、そういうようなことはできるんですけれども、まあ、その精神をですね、より一体性を強化するっていう、そういうふうなことはできないですよね。ですから、まあ、こうよりこう気持ちを強くするっていうのはどうすればいいのかっていうとですね、これさまざまな心理的な本、心理学の本を読んでみても、そういうことは書かれていないですよね。なぜならそういうことはですね、発見されていないからっていう、されているんですけれども、これなぜ発見されていないのかっていうと、これはですね、まあ、こう何らかのこう力っていうものがこう設定できないっていう、そういうような科学的なですね、まあ、こうある種のこう、まあ、矛盾みたいな、なんかそういうようなことにあると思うんですけれども、ではどうすればいいかっていうとですね、まあ、自分で力っていうものを設定するんですよね。そしてその設定した力っていうものは自分の中にあるっていう、力こそが価値ですから、そのようなですね、何らかの価値っていうものを自分の中に設定する、そういうふうなことで私は、まあ、自分の精神のですね、崩壊を、まあ、精神的な一体性をですね、こうより強化できるんじゃないかっていうふうに思うんですよね。そしてその、まあ、価値っていうものがですね、力っていうものが自分の中にあるっていうふうに確信させてくれる書物がこの孟子であるっていう、そういうふうに思うんで、本当孟子っていうのはですね、驚くべき書物っていう、そういうふうなことで、このかつての中世世界をですね、この孟子の言説が、日本においてはですよ、孟子の言説がこの近代的な世界に変革するこう力を与えているっていう、価値がですね、人間の外にあるのではなく人間の中にあるんだっていう、このようなですね、革命的な言説ですよね。これを、まあ、孟子が古代において語っているっていう、まあ、こう考えるとですね、まあ、中世の前の古代っていうのはおそらくですね、近代的な社会だったんじゃないかというふうに思われますね。まあ、普通ですね、歴史っていうのは徐々に発達するっていうふうに考えるんで、まあ、近代以前の中世っていうのは近代よりも遅れていてですね、中世以前の古代っていうのは中世よりも遅れていただろうみたいな、そういうような考え方あるんですけれども、私これは間違いだと思いますね。まあ、中世以前の古代の、例えば孟子であるとか孔子であるとかっていう、このような世界っていうのは価値がですね、自分の中にあるっていうふうに考える極めて近代的な
世界だったのではないかっていう、そういうような近代的な世界がですね、まあ、前漢後漢っていう紀元前200年ぐらいに、まあ、崩壊してですね、中世的な世界、人間の価値っていうのは、まあ、人間の外にあるんだっていう風な貴族的なこう考え方に移行していったっていう、まあ、こう堕落していったっていうかね、まあ、そういうふうなことだろうっていう、そういうふうに私は思いますね。ですから歴史っていうのはですね、波ですよね。かつては古代っていうのは近代的な社会だったんですけれども、そのな、まあ、波がですね、こう下ることによって中世的な貴族社会になって、その後、まあ、古代のですね、まあ、ルネッサンスっていうことを通じて、まあ、中国では宋代あたりから、日本においては、まあ、江戸時代の初期あたりですよね、から徐々にですね、近代っていうもののこう、まあ、帯同が始まるみたいな、そういうふうなことになっているだろうと、この東アジアにおいてはですね、そういうようなことになっているだろうというふうに思いますね。今日はですね、孟子の、人心象句下、最後から2番目の章ですね、37節を読んでみました。狂言は、徳の俗なりですね、その部分の孟子の解説ですね、ここを私なりにこう、まあ、孟子の解釈を解釈してみるみたいな、そんな感じでした。今日の動画は以上になります。